今回は食材を丸ごと無駄なく絞ることができるアイリス大山のスロージューサーを紹介いたします。それでは早速使ってみましょう。今回はこちらのオレンジを使った天然 100% オレンジジュースを絞ってみたいと思います。下準備は皮を剥いてこのようにしていただきます。あとはですね、本体のスイッチを入れまして、ご覧のようにオレンジジュースの部分とそれから搾りかすの部分に分かれてまいりますので、あとはこのようにですね、天然 100% のオレンジジュースがご家庭で簡単にしかも美味しくできちゃうんですよね。続きましてはいちごジュース。いちごは洗ってヘタを取っておきましょう。さあ、天然 100% のいちごジュースの完成でございます。美味しそうですね。そして搾りかすを使っていちごミルク、食材を無駄なく余すことなく使っていただくことができちゃうんです。そして例えば人参の搾りかすを使ってこのようにパンケーキにしていただいたりと、野菜嫌いなお子様でも美味しく召し上がっていただくことができると思います。今回のアイリス大山スロージューサーを使ってご家族皆さんで美味しい健康づくり始めてみませんか。ぜひこの機会にご検討お願いいたします。